うわ、人参ちゃんと可愛い形。今日なんかやるかね、畑は。朝やらんの。こんなの黒くなっちゃった。いいや、これでも煮て食べよ、食べる。もうちょっと。10時半ぐらいまで。よかったね、サッカー。うん。どうにかね、どうにか勝てて。ダメだ、ダメだと思いながらも勝ててよかった。今日忘年会？うん。え、3日だったっけ、今日。2日。え、3日にやるんじゃないの？今日だ、金曜日だ。カメラ貸してよ、じゃあ。これ直したの？直さんよ。昨日のまま？うん。この黒い実なんだろうと思ってビッグのとこから拾ってきたんだけど。何それ？オリーブ？いっぱい落ちてる。オリーブじゃない、葉っぱが違うの。じゃがいもの畑、梅完成。早すぎるって言われたけど、あんたたちみたいに毎日やれるじゃないで、いいんだわって。なんだっけ、しょん。これ何？また何作ったの？これは何だ？ガンモ？白菜ネギガンモ？で、こっちは？これは普通の煮物か。カリカリっていうか、若干湿っとるような感じもするけど。触ってみ。11時に行くまでに。もうちょっと乾かさんとか。寒いな。見てこようかなと思ったけど、寸法測って買うもんでね、ここの寸法。コトコさんもカーテンでね、暖かさがえらい違うよって言った。あ、そう。じゃあ。なんで窓開けるの？空気抜いてくる。コーヒー飲んだのかね？まだコーヒーは復活せんの？今日は何時から女子会なの？11時。女子会長の忘年会だ。これ？穴まんでいいよ。穴まんでいいよ。そのままじゃ水。だから鍋を。あ、これ切れる。うん。で、豆腐切って。入れていいもん。はい、いい。OK、OK。もうし、これ切って。うん、それでいいよ。火温かくしたい？うん。ピでいいか。はい。入れた？つゆ入れた？今切ってある。今切ってある。で、椎茸とか切ってみよう。ああ、切る。これは。もっと余ってんね。前たれね。椎茸といっぱい野菜があります。あったかいね。開けてみて。わあ、ネギがいっぱいです。取れたてです。取れたてです。今取ってきましたよ。おお。おばさんが畑で。おお。人参さんも取りたてです。わあ、人参ちゃんと可愛い形に切ってある。どうぞ。はいはい。いいよ。はい。これをまずだ。これは。火の通りにくいやつをあれさっき。おい、美味しそうなネギでーす。はーい。これ一つの種類。いっぱいできたよー。うん、わあ、豆腐もあります。二つ方が火があれじゃないのか。椎茸もあります。ないか。うん、これは全部ないだよね。火が早く出るな。だけど、食べたらもっとうん。きれいよ、なかなか結構きれいよ。うん、大丈夫か。うん。あ、これか。うん。もう来て。うん。そこいい。そう。うん。あんこです。あんこを切っています。じゃあ、こっちじゃなくてあんこ鍋だね。あんこ鍋。そう。あんこはね。豆腐を入れました。豆腐行きましょうか。うん。豆腐は入れたら食べるっていう。
豆腐は一番もうちょっと上がる。うん、最後だよ。ね、うん。豆腐は入れたらすぐ食べる。まだ。うん。煮てます。まだだね。うん、よし。白菜を追加します。はい。どっちから？右から開くよ。どこでもいいよ。黒豆もあります。うちで取って、叩いて、煮てきます。おお。黒豆はことこさんのお家で取れたやつです。一応言っとくけど、出来上がり。美味しそうです。闇鍋で。いただきます。じゃあ食べますか。はい、はい、いただきます。それが、8時間から9時間冷やしといて、その測った水の中に。水の中に。で、煮るの、また8時間。美味しいじゃん。美味しい。甘いじゃん。甘い。だからお正月の黒豆と同じやなと思って。でもそんなにね、8時間も9時間も煮ろって書いてたけど、そんなに煮る時間なくて。もう柔らかいからいいかと思って。圧力鍋に煮たら早いよね。早いって言って。出たよ。今日、裏子さんの圧力鍋見せてもらう。うん。あ、これ圧力鍋の下っこよ。どれ？これ。これ。こういうのじゃないの？かくってやるやつ。あ、そう。あんこなんて生まれて初めて食べる。見るのは見るけど。何人気じゃん。こんな食べてじゃないでしょ。私初めてだよ。うそ。あんこなんて食べないもん。お味はどうですか。美味しい。これならお正月にやってやろう。夏場に野菜さえ切って魚買ってくればいいから。じゃあ夏場に買ってくるね。私一杯入っとるよ、あんこ。だから言うよ、初めて食べたあんこの味はどうでしたか？美味しいです。すごく美味しい。美味しいです。生まれて初めて。あの一生懸命取ったのよ。それは良かった。それは良かったですね。笑える。冬に落ちて、また春になると芽が出る。だから人間もね、そういう風になると言って大変だよ。大変だよ。プランターネが落ちて、また出てきたらもう人間だらけになっちゃう。その人が言うに、私は気になりた。ほんで、理由は何ですかって聞いたら、そう言った。でも、やだ、動けないもん。ちょっと若い芽が出てくるもんね。年寄りの芽が出てくるもんね。もしも喋れたら、理解してくれる裏坊さんが来たって外国行って、そうすると、いっぱい寄ってくるよ、いろんなキリンやら、ライオンやら、裏坊さんだって私たちみたいに。動物はすごいね。何が言いたいのかなと思うよね。まあ動物も動物でなんか考えとるんやろうけどね。そうだよね。顔見るとわかるの。うちの猫なんかも、みんなでハッチャンネルを見ています。最初の頃だね。これは何ゼリーですか？寒天ゼリー。昔からの。中に入ってるのは、これはキウイフルーツ？キウイフルーツ。おお。あれ、干し柿作ったんだ。干し柿どこ入れるの？あれ。干し柿を。これどこ入れるの？あ、
これはあの庭ルイユリーツが入ってます。本当だね、うん、美味しそうだね。そうです。どうですか味はジェリー。美味しいです。味です。はい、さっぱりして美味しいです。うんうんうん、撮ってるよ。まだタイマーがある？うん、ある。うん、これは、その、私、